はい、ろ過槽をね洗ってます。ろ過槽の中に逃げ込んだ魚をね、捕まえたいと思いますけどね、それがねすばしっこいんでね一苦労なんですよね。隠れている声がね出てくると思うんですけども、なかなかこっちに来ないね。来た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 、追いやられてきた。いや、いっぱい来たな。クジャク系統、光物系統がいっぱい来ましたね。だいぶ逃げてるな。クジャク、チュッパですけどね。クジャク。だいぶ逃げてた。こんにちは、山形県の塩田養鯉場です。搭載のね収穫をするために、まあ今までね2歳もの去年生まれたやつですねを飼育してたね池を、まあ、空にして、ろ過槽もね空にして、前年度のね鯉がいないようにして、また搭載をね入れます。掃除してね、ヘドロとかもないようにしてまた飼育したいのでね、ろ過槽の中にね隠れてたね、なんか搭載よりね小さい2歳ものなんですけどね、こういうのとか、こういうのがね、ろ過槽の中にね、遡上しててね、逃げてったやつが、ろ過槽から出てきましたね。チュッパ鯉だったんですけど、まあいい鯉はね、いないんですけど、まあ、それがね、ろ過槽に今まで入ってたのでね、それを取るのがね、一苦労ですね。よし、水で洗いますかね。大変だね。もっと楽な方法でね、今ろ過槽作るんだったらね、もっと楽な方法でね作れますんでね、ろ過槽コンクリートでねしっかりしたろ過槽を作りたいっていう人いましたらね、当店にねお任せください。でろ過槽も、まあ、池もね、今錦鯉用の池とかのね制作とかも予約もねおかげさまで結構いただいてて、撮影がある合間を縫って、まあ、ろ過槽をね掃除したりとか、これからね稚魚とか、搭載魚とかね二歳魚とかも、秋にね収穫するためにあげてこなきゃいけないんですけども、まあ、その前にね、池の方をねろ過槽の方とか、まあ、池の方をね一旦空にしてね掃除してから、放流したいと思いますので、掃除の方にね、ちょっと手がかかっている状態ですね。ここが最終マスの牡蠣殻槽になりますね。牡蠣殻と、ネットロザイのところですね。で次がね、ビニロックロザイがね縦にね、積まれてて、まあ、横流れてってね、水が横にね流れてって、そこの方にね、重いヘドロとか沈殿物が堆積するようになってます。いた、残りの1匹の鯉がいた。よいしょ、
これで全部取れたね。これでろ過層にね迷い込んでた鯉たちをね全部救った、救え。これでね全部ねろ過層に迷い込んでた鯉をね救えたと思います。ここは綺麗になりましたね。これろ過層の上にね2個が当たると、まあ藻が嫌な藻ですね。これが結構繁殖するんで、できればろ過層ね2個を遮って設置してもらうといいんですけど、蒸気がこもったりとかね、ある程度このろ過層の目の蓋には隙間開けてるんでね、ちょっといっぱい一回はびこっちゃうとこうやって藻が大繁殖ですね、上の方に。でもまあ手でねさっと取れるんで、こうやって藻がねさっと取れるんでね、取ってあとはね乾燥させて焼却炉で焼いてます。これ置いてくるか、これ一旦置いてくるか。プラチナとかもいますね。ろ過層のろ材を戻していきますね。あまりバンバンにね詰め込みすぎるろ過層より、まあ、さらっとね詰め込んでてもろ過層ってね結構効くんで、そっちの方がね洗いやすいですし、水もきれいになりやすいですね。よいしょ、殺菌灯外して、殺菌灯もね交換時期ですね。交換しなきゃいけない殺菌灯ね、両端が銀色に光ってたりとか黒ずんでたりとかしたら、もう殺菌と交換時期ですので、新しいね殺菌ランプに交換してみてください。光っててもね効果なかったりとかするので、ここまでやりすぎるとねもう使いすぎですね。あ、ここにもいっぱいいる。ここにもろ過層の中にね迷い込んだ鯉たち、ろ過層のイトミミズとか藻とかをね食べて大きくなってるんですよね。いや、なかなか昭和の良さげな昭和もいますね。炭出てくればいいっていう、炭が出てくればねいいかもしれないっていうね。クジャクもなんかそれなりのクジャクも入ってますけど、まあろ過層に逃げ込んだね搭載魚たちですね。映ってますね、私も映ってます。サッとして取らないかな。あ、ダメだ、気配にやられた。選別から弾いた中にもね昭和とか住みないですけどね、なんかそれなりに良さそうな昭和、まあ痩せてますけど、縦鯉としてはね優秀じゃないですかね。三段模様の昭和、あとベニクジャックもね、まあ色艶がね針がろ過層の中に隠れてた鯉なので、まあ色艶がね良くないですけど、日光当たってね、餌どんどん食えばね針艶出てね良いクジャクとかにもねなりそうですしね。クジャクの搭載みたいですけど、二歳魚ですね。あ、池がね、空になりましたね。なかなか池の底をね、見ることがないと思いますのでね、こちらの池にね、降りてね、残ったね、去年の鯉を救いにね、行きたいと思います。滑るんだよね。白いカエルがいる。
こしられないようにね。この熱交換器の裏にね、コイ6匹が隠れてますね。隠れてる。紅白だ、紅白紅白。選別落ちですけどね、綺麗なの中にはいますね。よし、全部取れたかな。よし、グレーチングの状態も確認して、大丈夫そうですね。ちっちゃい稚魚が入るのでね、ちっちゃい稚魚がね、漏れていかないようにね、隙間が空いてないかね、確認してます。よし、ボールちょうだい。痛い痛い。